すごく腕が痛い。相手の戻りの動作につけ色にも反動のせいで、思うように突っ込めない。少しでいい。隙を作れればどうにでもなるんだ。原始極限兵器。こんなとこ動きを鈍らせるとか。それは無理だ。原始の氷をいとも簡単に。原始から作った氷はいわば特性。普通の氷より、強度も冷気も段違いなのよ。どうした、打ってなしってか。バカね、まだ様子見よ。そうかい、そりゃ楽しみだな。うおう、覇王貫通帳。ゼロ。マジか。ゼロはすべての能力を無効化しながら攻撃する。能力同士の攻撃では絶対に負けないわ。どう？私も捨てたもんじゃないでしょ。パーリナイ。パーリナイト坂。なに？この桁外れな戦闘力。ああ、そうだな。捨てたもんじゃないな。お前の能力を打ち消す力のおかげで本来の力と姿を取り戻した。この体の芯から震えるような波動。まさか、頭骨。元の力を取り戻したのか。この力、間違いない。2年前、この監獄島の主だった時代の頭骨の波動。これは最高の誤算だわ。なに？これ、今まで感じたこともないほどの強力な波動。懐かしい波動だね。この姿、この力、この武器、懐かしい。そしてこの圧倒的力。350億。こんなの、化け物じゃない？そうだな、そういや名乗ってなかったな。俺の名は頭骨。この監獄島ではそう呼ばれている。なぜ頭骨か、その理由は。世界で俺は「トウジン」と呼ばれていたからだ。やっぱりなりむねこの破壊力。抑えきれなかった。いや、現時点で能力は抑えた。だけどそれ以上に破壊力がどうしようもない。全力を出す。そうじゃないと相手にすらならないまま終わる。使うか、神格解放を。今日でこの島国ともお別れだね。最後くらいはバカンス気分を味わいたいですよね。でも、この島はそこまで影響なくて、よかったです。そうね、さて、次はどれだけ悲惨なことになっているか。ハクトカナの頑張り次第ですね。私、頑張るよ。あ、出ちゃった。角とか羽とか尻尾とか収納大変そうね。私もたまに羽出ちゃいそうになるけど。神界では本来自身の本当の姿を隠して、力も一気に抑えるんですよ。強い神ほど、抑える習性を覚えてますね。かなちゃんは私に比べてうまいんだよね。出してるとこ見たことないよ。角だけ残った。そういえば私はどうなの？羽を隠してるから一応隠してることになるの？まさか、ゼッカちゃんは全然隠してないですよ。その髪色がそうなんですから。髪を染めろと、青色とかあったかな？違いますよ。髪化して髪が染まってるんですから、髪化を抑えれば自然と元の色に戻りますよ。でも私、全然神化を抑える術を知らないよ。そうですね、なら明日からは神化を抑える仕様にしましょうか。うわぁ、吐くもね。神化を抑える仕様は、はっきり言って全く成果がなかった。メリアさん曰く、あまりにも強すぎる力にセツカちゃんの精神が追いついてない、ってことらしい。まあ、無理して覚えるものではないし、そこまで気負いする必要もないわね。やっぱり、ここにいると思ったよ。よくわかったわね。セッカは考え事をするときは風通しのいいところで考える癖があるからね。へえ、そうなんだ、知らなかった。嘘だからね。たまたまホテルの窓からセッカを見かけたんだ。正直でよろしい。でも、考え事をしているのかなっていうのは本当だ。神化を抑える主要、うまくいってないだろ。でもそこまで気負いはしてないわ。実際メリアちゃんに言われて私も納得してるし。今の私はかな、吐く、パトには絶対に負けない。メリアちゃんは戦術で劣るけど、そこまで脅威に感じない。そして、今日メリアちゃんから、力に私自身が追いついてない、だから神化の抑制ができない、って言われたわ。そうか、確かにここ最近のセッカの成長はすごかったからね。精神は肉体を鍛えるよりも複雑で、困難と言われる。戦闘力を上げたいなら肉体を鍛えればいい。質と戦闘力オーラ量を増やしたいのなら精神を鍛えればいい。メリアちゃんからの教え。ああ、でも俺は精神を鍛えるって意味をずっと考えてたんだ。それで答えは出たの？全然、メリアもこればかりは個人によって違うから教えることはできないって言ってたし。そうね、甘くないわよね。ああ、俺はまだわからない。だけどこの青春は石化たちのおかげで戻ったんだ。絶対に見つけたい。私も、何かきっかけがあればいいんだけど。ねえ、石化、そのまま目つぶって。このまま、わかった。よし、いいよ。やっぱり似合う。髪飾り。うん、見つけた時からずっと石化にって思って持ってたんだ。魔除けのお守りなんだ。魔除けって、効果はあるのかしらね。さあ、でも俺も神だ。何かご利益があるかもだぜ。懐かしいセリフ。私はこのパパの言葉に導かれて今の私がいる。そうだね、パパも一応神だからね。何かご利益があるかもだね。一応ってひどいなぁ。そっか、ずっと私はこの言葉に支えられてきたんだ。ねえ、今度はパパが後ろ向いて目をつぶって。後ろ、わかった。いいよ、目を開けて、こっち向いて。何か色々聞こえたけど、どうしたの？で、せっか、髪を切ったの。うん、わかったの。今の私に必要なものが。ねえ、どうかな？いきなり単発にしちゃったけど。かわいいよ、似合ってる。どうも。それよりせっか、髪色が元に戻ってるよ。うん、なんだろう。全部自覚したら一気に収まっていくのが私でもわかった。またご利益、あったね。私は自分だけでここまで来れなかった。こうやって支えてもらって、やっと私という存在が安定する。この髪飾り、一生の宝物にするね。本当、よかった。夜な夜な一生懸命作った甲斐が、あ、やっぱり、手作りだったんだ。道理で私の頭の形にぴったりなはずだと思った。さて、帰るか。そろそろ冷えてきたし。本当、嘘が下手な人。でもだからこそパパの気持ち、ちゃんと伝わったよ。帰ろっか。私はパパにずっと導かれてここまで来た。いつも守られてる、そう思うと、心が一気に落ち着いたんだ。さあ、解放しよう、本来の姿へ。驚いた、200億まで一気に上げやがった。来るか。ゼロ、プリミティブコントロールエスパーだ。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか？ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど、次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も、楽しんでいってね。